アーシッピー画像による単管と、水管内視鏡的逆光性単動水管造影は、内視鏡検査、治療の一つ。一般に、医療現場では、略語のアーシッピーが、主によく用いられている。アーシッピー、エンディスコピックレトログレード、カランジーオパンクレーターグロフィの略語は様々に、存在し、内視鏡的逆光性単動水管造影のほか、 内視鏡的逆光性単管水管造営などがある。日本消化器病学会、日本内科学会は内視鏡的逆光性単道水管造営。日本消化器内視鏡学会では内視鏡的逆光性水管造営を正式訳語としている。日本消化器内視鏡学会の訳語は、旧来において、エップクグ、エンディスコピックレトログレードパンクレータケランジオグロフィ、 と呼ばれていたことに対する敬意があってのことだが、現在では世界的にアーシッピーという呼称が一般的となっている。1968年にアメリカジョージワシントン大学のウィリアム・エス・マッキューンと1969年にがん研究会付属病院の高木国を東京女子医科大学の大井イタルラによって、それぞれ水管増援、単管増援施行として報告された。 1970年には RCPU の側紙教が開発市販され世界中に広まっていった。1974年には京都府立医科大学の河合慶氏、ミュンヘン大学のマインハルトクラスセンなどによって映画開発され治療分野が発展してきた。1980年にはハンブルク大学のニブソヘンドララによってタンカ管ンドレナージが開発された。主に 側指鏡を用いて行い、十二指腸乳頭よりチューブを挿入させ、相胆管、肝内胆管、胆脳管、胆脳といった胆道系と水管を造営する検査。術後再検証下管の場合等において、直指教内視、象徴内視鏡を用いて行われることもある。一般的な主義は以下がある。その他にも RCP を用いて様々な方法が開発されてきている。 ありがとうございます。